今日夕方、札幌ドームで練習を行った北海高校野球部グラウンドが雪に覆われるこの時期は本州で合宿などを行っていましたが新型コロナウイルスの影響で移動などの制限があるため札幌ドームのほか市内の屋内練習施設を転々としながら調整を続けています。 いることなのであの、こういった環境でしっかりとチーム作りをして、えー、選抜に、えー、なんとかいい形でいきたいなとは思っていますけれども。選抜高校野球は、3月19日に開幕します。